ットマンラジオとりあえずユニオン。ラジオ日のアシストウェポンの皆さん、はい、1週間ぶりですね、はい、クリニチはどうした今日パーソナリティ、うん、聞いててすごいうるさいなと思って、うん、俺らずっと喋ってるじゃん。喋ってる、ね、で喋るか笑うかしかないから、うん、たまにはなんか地方 FM 的ないや言い方地方 FM さんに謝ってる、アーティストさんがやってるようななんかシックな感じに今日しようかなと思って。了解、じゃあそっちについてかね。ちょっとゆっくり今日お話ししていこうかななんて思っています。いつも50分ぐらいになっちゃうけど、じゃあもう60分ぐらいになっちゃうかもね今日は。じゃあそうだねなんでみたいな感じでちゃんとこう話を聞いていこうかなって。なんかさ俺らいつもお互いを食い始めるじゃん、うん、あのさ反省会始めるのやめてもらって早い、自己紹介早くしろって、うん、自己紹介した方がいい、うん、はい、はい、ということで改めましてですね、気持ち悪い、やだ、早いの、開始3分も経ってない状態で出てきましたね。なんか手汗かく、手汗かく1分前にも出ちゃいました。うそう、うん、あれなんだよ、結構俺地声低いじゃん。そうね、だから、ね、なんか本当にゆうたの声やってんのみたいになってきて。やったことないですよ。いやなんかあのファンレターでね前いただいた時になんか あ地声はそんな感じなんですねみたいな。そんな感じってどっちなんだろうみたいな、いい声なのか。ゆうたどうぐらいの声の方が好かれてるのファンの方だろう。それがどっちなのかなと思って、だから今日はちょっとゆうたも出していこうかなってそんな決め顔で言われてもブレブレわけわかんないからということで、はい、改めましてゆうちゃんこと、はい、神様こと、うん、いじられまくりゅうこと、うん、エロセこと、はい、ガラガラエもう疲れる、長いよこれ言うのが一番疲れるのよ。そのオープニングの、ね、毎回でも嬉しいよねこうやってつけていただけるのはさ、うん、私今日これやっと言えると思って。んゆうちゃんのちゃんとしたあだ名あるじゃん、うん、クワッカ、クワッカ私これねずっと痛くてうずうずしてたの。クワッカワラビっていう、うん、動物がいらっしゃるのよ。いらっしゃいますね。それをなんか新谷ママがさ、うんうん、すごいこれ広瀬にしか見えないんだけどって言って、温泉さんバックグラウンド機能あるんでもうちょっとぜひ今ね調べてほしい。似てないと思う。その笑った時とかだけだよね俺が似てんのは。いや似てるよ、真顔も似てるし、真顔似てるなんかもうクワッカ見るとクワッちゃんにしか見えない。これなんですよ。でも可愛いくらいですか。可愛いけどね。これを、うん、いくで、うん、いやほらもう今目の前にクワッカ2匹いるから目の感じとか上唇がないところとか似てるって誰が上唇ないじゃんこれ自分で言うじゃんやばい今日静かに行くって言ったのに。そう、今日は新しくクワッカワラビ、じゃあまた新しく名前、うん、クワちゃんね、うん、まあ、クワッカワラビは嬉しいというかもはや僕的にはありがたいことよね。あそう、かわいい動物だもんだって。そうこんなってさエロセとかさ、うん、イジラレマクリオとか悪口だからね、うん、神様もだから久々に悪口じゃないのが来たから確かに動物に似てるってだけでね、うんうん、はい、あやだ目の前にクワッカ置かれたどっちが俺でしょう。じゃあ私は今日はこの画像のクワちゃんと一緒にねパーソナリティやっていこうと思います、ね、俺これに当たり越していくわ。じゃあよろしく自己紹介してごめんね喋りすぎた3分もさもううるさいよもっと大人の話、うん、じゃあ、はい、お願いします自己紹介を、はい、ラジオお聞きのアシストウェポンの皆さん、うん、グリーンチは、グリーンチは今週もよろしくお願いします。同じくパーソナリティのつつじばい高校宝田立海子夢さんことかみちゃんこと宮本ゆめです。結構お姉さん声いけるんだねなんでその上から来られるの。ちょっと今いい感じじゃなかったいい感じだった。いい感じだった。ありがとう。浅い。いい感じって何っていうね。ムズムズしちゃった。帰らなくなっちゃった。はい。うん、こちらはですね、はい、もう何度もね言ってるんですけども、うんうん、グリッドマンをねアシストしていくラジオですと。はい。リスナーの皆さんをアシストウェポンとして、うん、今週もね私たちのアシスト、うん、よろしくお願いいたします。お願いします。今日もねパーソナリティ2人だけの回ですので。なんか最近ところどころ2人になってきちゃったね。なんか怪しいよ。ね、みんな来たくないのよ。みんな違うのよ。グリッドマンラインあるじゃん。あるね、うん。あそこではさみんな、うん、行きたいって、ね、行きたい楽しそうって言って、うんうん、みんな来ない。そういった人たちに限って来ないんだよ。忙しいからね皆さんね。二人ですと神々の遊びを楽しんでいきましょう。じゃあ今日もじゃあお二人でやるということですね。はい、はい、よろしくお願いします。そしてですね今週も広瀬くんをアシストするメールが届いてるんだって。これもうねもうよかったね。嬉しいわ俺、ね、ちょっと絶対いつ読むもんねちょっと読みますね。アシストいやこれは俺が読んだ方がいいんでしょ。あそっかそっか読んで読んで。そうよ、うん、そうだ読んで。これはもういきますよ、はい、アシストネーム、うん、牛乳をかける男さん、はい、ありがとうございます。グリーンチは、グリーンチは、毎度放送を楽しく聞いています。ありがとうございます。エロタくんの潔くもうエロタくんはエロタはどっち俺なのかユウタなのかどっち。ユウタがかわいそうだもん。ただのエロスだから俺もかわいそうって言ってちゃんとダメよ
エロタ君のね、まあ、潔く欲望を出していくスタイル、うん、大好きです。あ、でも嬉しい。僕も太ももしか見ていなかったですし、おっぱいに目がいってしまいます、うん、ってか言うとさ、なんか俺がバレちゃうじゃん、俺が本当に太ももとかしか見てないって。いつも見てるからね、うん、書いてありますよ、キモって言われるトーンがガチなのがツボですって。生ボイス、しかもキモいよお前、キモって言ったら、うんうん、キモいって言われるトーンがガチなのがツボ。あ、ゆめ、うん、さんにそうやって言われるのがツボなんだ。なんだろうね、罵倒されたいんだね、やっぱみんな。確かになんか嬉しいっていう人結構いるよね。ね、多分立花のあのキャラクターだからこそよりいいんじゃない。初めてだけどね、こんななんか気持ち悪いって言ってくださいとか、うん、今言われないけど。日常で言われるの。それ違うし、みんなとめさんですよね、僕のこと気持ち悪いって言ってくださいって。やばいですよちょっと。難しいな。まあでもいいのかもね、声のトーンとかさ、なんだろう、ね、キャラクターもあるから、まあ、ありがたいです。いいんだね、うんうん、ほんで、お、これ読んで、これ読んで。やだやだ。ラジオだよ。やだやだ。ゆうたさんの演技もうまく、声もとても癒されます。お便りが少ないのが残念で面白いですが応援していますって。めでたいね。初めて来たんじゃない、俺の演技を褒めてくださった方。確かに嬉しいわ。声もとても癒される。 しかもこれが男性ってところはまたよりいいよね。そう、超話すじゃん急に。あ、ごめんごめん、今日は落ち着いていく感じ。いい、うん、ありがとうございます。キモいよそのトーン、やだ。それでは、あ、そうそう、たまにはね、うん、もうなんだそのサクサマさん、ちょいちょいさ、いや、なんか出すのかなと思ってさ、待ってたらまたクワッカワラビだし。2匹いる、どうすんだと思った。いや俺はクワッカワラビじゃないから。ね、もうほんとクワちゃんに対してのさ、でもメールがめちゃめちゃ多くさ来てくるからさ、ね、ありがたいよね。宮本にもね欲しい。でもそんなこと言ったらめちゃめちゃ来るよ。欲しい、ほらその言い方また。うわ、始まった。あざとい系女子宮本に。はい、ではそろそろ始めていきましょう。せーの、アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン第9回アクセスフラッシュ。キモ。おマジのキモいな。アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン、この番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたします。せーの、グリッドマントーク。さて、番組前半普通のお便りです。アニメの感想、私たちパーソナリティやゲストの方宛てのメールを紹介しておしゃべりしていきたいと思います。今回はアニメグリッドマン第8回の感想を特集いたします、うん、たくさん今日もお便りいただいてるそうですが、ちょっと長文の場合一部抜粋してご紹介する場合がございます。早いね。危なかった、噛みそうだったから。ちょっと噛みそうだったから早く言ってこうかしら。より悪化してたぞ今。ブロロロロ言ってたよ。はい、初めご了承ください。読むね、はい、アシストネームガクロさんからです。ありがとうございます。ゆうちゃん、ゆめちゃん、グリニチュア。グリニチュア、グリニチュア。グリッドマン今週もすごかったですね。アシストウェポン全合体のフルパワーグリッドマン、うん、むちゃくちゃかっこよかったです。そして挿入歌の歌詞が2番の歌詞、そう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 、熱くならないわけがありません。しかし出力を落として出撃してるのに、フルパワーグリッドマンとはこれいかに。アンチ君がリッカを探していたことや、アカネちゃんの発言、不穏な空気、来週も最高に楽しみですって。ありがとうございます。そうよ、うん、前ね、うんうん、フルパワーグリッドマンで野郎的なことになった時にさ、なんか誤作動を起こしてさ、誤作動はそうだね、なんかビビビビビビってなってさ、うんうんうん、結局合体できなかったじゃん。オーバーだったんだよね、出力って。そこでユータ思いついたわけよ、うん、出力、あれユータだっけ、あれ思いついた。いやいや、うつみじゃなかったかな。うつみさんでしたっけ。あ、ユータだったかな。ユータだよね。そう、思い出して、うん、思い出したというか、こう考えて、ね、そう、出力をこうちっちゃくすれば、うん、みんなも合体できるんじゃないかってことで、うんうん、頭いいよね。そう、ユータね、そんなのありなの。あんなちょっと天然さんだけど、やっぱやるときはやる男だから、うん、彼は。そうだね、でも確かに彼は正義のヒーローだから、そこにうつみもちゃんとついてきてくれるからね。そうそうそう、それで、うん、ついにフルパワーグリッドマン、あれやばいね。あのね、合体シーンがやっぱかっこよかったわ。素敵。あれはねすごいわ。お前もなんかゴーいやだってもあれはね、すごいしか言う、語彙力、語彙力が語彙力も出てこなくなっちゃう。すごい、まあでも本当にかっこよかったね、うん、かっこよかったね。そうで、しかも怪獣もね、なんか改造したグールギラス的なね。そうそう、グールギラスをね、ちょっとかっこいいよね、かっこよかった、あの怪獣も、うん、なんかでも、あ、好きなセリフが、あの、あかねちゃんのそんなのもうただのロボットじゃんみたいな、あ、言ってたね。確かにみたいな。ね、確かに、一般的に見たらもうメカメカしてるからね。そうそうそう、そう、そしてそこの挿入歌の歌詞がね、ね、2番だったね。もうね、俺大好きなの、あのユニオンの2番の歌詞が。昨日もカラオケで歌ってきたユニオン。カラオケ行ってきた。そう、好きなんですよ。あららら、ユニオン何回歌った？3回。3回も。
そうユースフルビューティフル挟んで出ちゃうと、ユースフルビューティフルの真ん中に挟みつつね、うん、そうかっこよかったね、かっこよかった、ね、ありがとうございます。まあ、アカネとリッカもねもうだいぶ動いたからね今週で、そうなんかそのお話もね、うん、来てますよ、うん、アシストネームオムライスさんからいただきました、はい、ありがとうございます。広瀬さん宮本さんこんにちは、こんにちは。第8回見ました、ありがとうございます。新世紀中学生の喪失劇や、うん、男女逆転喫茶など今回も注目ポイントが多数ありましたが、うんうん、なんといってもバスの中での立花と茜のシーンが特に印象に残りました、うん、これねいや、うんうん、立花の感情は茜が設定していたこと、立花は茜が作った怪獣から生み出されたこと、茜の口から出てくる言葉は甘そうな雰囲気とは真逆でとても怖いものでした。あのバスのシーンの感想をぜひとも宮本さんからお伺いしたいですということで、はい、まあでもこれはまだでもさ、うんうん、あそうこの ね表情後ろからの、ま、がありますけど、でも、まあ、でも作ったってはまあ茜が言ってるだけだからこれは、うんうん、そうね、茜が私のために作ったんだよっていうことを言ったのよ。それどういうことなんだろう、立花を作ったの、うんうん、さあ言えんよ、何そのなあどこ話せばいいんだろう。でも本当にねバスのシーンは今まで2回あったじゃん、茜とのバスのシーン前もあったじゃん、うんうん、やっぱあれとはやっぱ違う緊張感がめちゃめちゃあって、確かになんか収録中もさ結構すごい緊張感あったよね、あの二人のシーンとして、まあレイさんの芝居もさ、うん、そうちょっとこう静かながらもさ、うんうんうん、中に秘めてる熱いものがあって、それもすごい覚えてる、あの二人で隣のマイク使って、うん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 、なんかお互い語りかけるようにやっぱ話してたけど、うんうん、何もわからない状態でやっぱりリッカを話してるから、うん、なのになんか茜がグイグイ来る感じが、ね、めちゃめちゃ怖くて、怖いよ、レイちゃんのお芝居相まってだけど、そう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 怖くて怖くて、やっぱ普段ニコニコしてるね、そうそうキャラクターほど、うん、こういう確信ついてくると結構怖いんだよね。そうだ、こういう茜の発言をこれからどう回収していくのかはね、そうだ結構これみんな気になってると思うよ。いや気になる、私も気になっちゃう、意味深じゃない、うん、あのセリフ意味深だよ、今わけわかんないもん、普通に言われたらあんなことなんか私が作ってんだよ、うん、みたいなさ、うん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 、言ってたじゃん、言ってた、これはどういう、やっぱり立花はいいねって、怖ね、怖いよもう怖すぎるよ。ほんで、あ、うん、ボイス、俺これも大好きよ。何何？ボイスドラマのね、もう、はいはい、そう、それを好きってなってる人がね、なってる人なんだ。好きって言ってくれてる。うん、やばいやばい、ブレちゃブレちゃ。今日落ち着いてくれラジオだから。落ち着いてね、はいどうぞ。そう、アシストネーム。噛んでるじゃん。アシストネーム。長良川さんからいただきました。はい、8.8 回のボイスドラマ聞きました、はい、うん、まずこのボイスドラマシリーズが大好きですと。嬉しい。アンジェリーナ・ジョリーのくだりとか一体どこまでが新谷さんのアドリブなのか気になります。そう、あのね、うん、私これこの間聞いてね、うん、公開された時に聞いて、うん、松風さんと新谷さん、まあ、ビビッドとリッカママとリッカの回だったんだけど、うんうん、聞いた時に私もなんかどこまでが台本か分かんなくって、いやこれちょっと俺本気で言うけど、え待って言いたい、何何どうぞ。あなたほんとうまいね、わあやった、感動したわ、褒めるやん、どうした、やっぱすごいわあのナチュラルな芝居、俺もああいう芝居目指してて結構はいはいはい、すごいね絶妙、あの回数、うん、ちょっとは半笑いなとことか、うん、いやでもね、なんだろうな、それはねうまいんだよ新谷さんなのよやっぱり、あね、まあ、ちょっとこれで私 声を大きくして言いたいことがあって、あの台本にきなこ豆乳という文字は一切ありません本当に聞いてきたよね、そうだよ、きなこ豆乳かけて食べてさーってフラーでなんて答えないといけないっていうね、軌道修正するの超難しかった、でもやっぱそれがなんか楽しくって、あ確かに、あでもそれは伝わってきたわ、それがなんかやっぱ立花のこのなんか立花と立花ママのいい感じの関係につながったんだろうなと思って、そうだね、一応題材的にはさ、うんうん、親子喧嘩、その文化祭まで、そうそうそう、文化祭で学園祭まで来て、ね、喧嘩してるみたいになったけど、うんうん、やっぱあのやり取りは、うん、本当に家族みたいなもん、やっぱりだから多分バランスもいいのかもね、新谷さんのそのそういうアドリブに対しての返しとかさ、うん、でもなんかもうビットも松風さんもすごくて、あのビットがイケメンってくだりも台本にないからねアドリブが多いね、うん、あのやっぱ3人でしか作れない雰囲気だったなって思う、そうだね、本当にこれ面白かった、大好き私もあのボイスドラマ、そう、そしてあの第1回から、うん、第7回がね、第7回がなんか一挙配信してるらしいのよ、最高、これいつまで、いいのこれ、もう終わっちゃう、もう終わっちゃう、もう終わっちゃってる、明日終わる、明日終わるってみんな急ごう、急げ、いやでもすぐ
よ 1.1 から 7.7 回は。そう、あの時間もね結構短め、5分ぐらいのストーリーだから、そうちょっとした時間に35分ぐらい6分で聞けるから、うん、ぜひ聞いてほしい。聞いてください本当に。あのそれぞれキャラクターによってね味もあるし、まあ立花ママと立花の掛け合いみたいな感じで、うんうん、やっぱキャラの深掘りめちゃめちゃしてるからね。ね、新世紀中学生も面白いし、本当にマジで聞いてほしいです。よろしくお願いします。ぜひ聞いてください。ほんで続いていきますか。はい、僕たちパーソナリティ宛てのメールをご紹介いたします。僕たちそのまま読んじゃった。はい、まあ、私たちね、うん、のパーソナリティ宛てのメールが来てます。はい、アシストネームスクーデロリアンさんからです。ありがとうございます。広瀬さん、宮本さん、こんにちは。こんにちは。 先日放送されたグリッドマン×怪獣ガールズブラック合同ニコ生の、あ、ありがとうございます、うん、グリッドマンお悩み相談コーナーで報復絶倒しました。あら嬉しい。嬉しいね。もう一生分もらった気がしますって。あら、嘘つけ。いや、それは嘘。失礼よ。そんなわけないよ。それは失礼でしょ。一生分笑った気がしますって言った後に、このシイタケのところで笑って言ってるもん。シイタケが食べられませんに対して、その時を待てとか、仕事に行きたくないですに対して行くなとか、うんうんうん、あのビジュアルで、あのお声で、あの絶妙なまで笑いを誘うのはずるすぎます、うん。めちゃめちゃ楽しいニコ生でした。ありがとう、グリッドマン。PS、早速、愛少女ポリアンナ物語を読み始めましたって。いやー、あのニコ生ね、そう、もうね、見れないんだけども、そうね、面白かった。結構ね、アドリブ満載で、うん、なんかね、グリッドマンのお悩み相談室っていうのがあって、うんーーね、まあそれは、まあ昔やってたらしいの、緑川さんも。あ、そうなんだ。の、だけど今回、ニコ生で、ついに、ね、しかもあれよ、グリッドマン来てるから。なんていうの、グリッドマンがいて、グリッドマンが来てるのね。で、そのグリッドマンに生アテレコして。いや、いいな。そう。その場にいたかった。やっぱり、緑川さんがあんなにお茶目だとはね、思わなかった。あのね、危険なのよ。俺結構流したりもしたんだけど。あ、そうなの？そう、危険なセリフがちょいちょいあって。うん、まあでも、それくらいそのね、生の感じでやれたから、面白かった。嬉しい、報復 Z って出てくれた。ね、怪獣ガールズさんたちも結構、ゆうちゃんいじられてたじゃん。そうそうそう。ちょっとだんだんね、怪獣ガールズ側の方々ともちょっとね、一緒する機会も多くてね。多いね。この間も、D スタジオ ?D スタジオさん、はい。ね、一緒だったね。一緒だったね。楽しかったね。いや、面白いね。すごい、もうみんないじり方分かってるからね。いじり方。ニッタパイセンも結構やばい人ですからね。やっぱ、ヤギさんもやばかったし、ね。でも、ヤギさんしっかりしてるからね。うんうんうん。ちゃんとやつ面白かった。怪獣ガールズブラックも公開中ですので、ぜひ。そうなんだ。そうよ。あれだよね。11月23日から。30日には。そう。特典がついてるんですけど、特典が2週目になって、うんうん、1週目はブラック司令とガタノゾウだったんですけど、2週目はペガちゃんももらえる。詳しくない？あなた、あのね、もうね、超好き。あ、見てきたんだけど、初日に。ファンとしてね。初日に。そう、もうだから4週あるんですよね、確か特典が。その特典全部ね、フルコンボしたい。おー、すごいね。いろいろじゃあ特典があると。また可愛いから。なるほど。じゃあ30日からは、またちょっと変わるわけだ、うん、そう、違う特典がつきます。おー、じゃあ、グリッドマンともどもぜひ、怪獣ガールズもね。グリッドマンともども。応援だね。ね、怪獣ガールズも応援していただきたい、うん。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、以上、番組前半は普通のお便りをご紹介するグリッドマントークでした。アニメの感想、出演者宛てのメッセージ、アクセスお待ちしております。フルコンボ、あれ、フルコンボって言わない？あ、フルコンプか。あ、フルコンボってなんか、そっか、そう、なんかの技みたいになってる。アニメグリッドマンラジオ、とりあえずユニオン、アクセスフラッシュ。せーの、グリッドマンインフォメーション。こちらはアニメグリッドマン関連の情報をお伝えするコーナーです。放送情報、テレビアニメグリッドマンは東京 MX、うん、MBS、BS11、うん、ワーワーにて好評放送中。各サービスでの配信もしておりますのでぜひチェックしてくださいね。はい、続いて音楽情報です。オープニング主題歌、奥斗さんによるユニオン、そしてエンディング主題歌、うん、内田真彩さんによるユースフルビューティフルは好評発売中でございます。そして響きゆうた、内海翔によるキャラクターソング1、うん、そして、はい、宝田立花、新庄茜によるキャラクターソング2は12月12日発売です。あ、もうすぐだね。これぞキャラソンといった感じで、それぞれのキャラクターの個性が爆発しているので、ぜひ聞いてください。いや、もうね、キャラソンはエモよ。エモよで終わり？あのね、私ね、実はね、あかねちゃんの聞いちゃった。あれだよね、あかねってあの、うん、雨宮監督がさ、そう、作詞してるやつ、作ってるっていう疑惑が出てるやつでしょ、うん、疑惑じゃないよ、確定だよ。確定、あれ疑惑じゃない。全然もう公表してるよ。もうね、なんだろうな、爽やかなんだけど、やっぱ歌詞が雨宮さんが書いてるから、
あかねのさ心情の歌詞なのよ。心情について話す歌詞だから。うまい、心情あかねだけやってる。やるやん。意識してないよ。何そんなやつ。キモ。キモとか言うな。キモキモとか言う。あ、そうなんだ。でもさ、あのだからそれが切ない。あれな、なに、丸くクワちゃん、違う違う、四角いやつ、クワちゃんじゃないよ、この四角いやつ、四角い CD のジャケットジャケットね、四角いやつ、四角いやつ、ジャケットやば、四角いやつはやばいよ、四角いやつ、なになに四角いやつ、いや向こうがすごいやばやばって言ってたけど、何の話かわかんないもん。四角いやつよ、四角いやつの表情が幼稚園って言うの、あの四角のって、あの四角のやつがすごくて、中に丸が入ってるの、顔が顔らしい顔してた。キモいからやめた方がいいよ。すいません、俺こういう声も出せるんだぞとか見せてきたよ、今後も。誰が聞いてるか分かんないからね、誰が聞いてるか分かんないから。根高まで低いと思ってるし、そう、そのジャケットが、うんうん、ちょっとアンニュイな表情。いや、やだ、気持ち悪い、ヘッドホン外したんだったよ。なんでだよ。やだ、その声、その声やだ、好きじゃない。あの、アンニュイな表情してて、おうおうおう、そう、だから茜もね、そう、ゆかもね、ゆたもね、それだけなんだけど。おい、朝朝の朝マジで広げろやって突っ込みが聞こえた。怒るよ、本当。俺が言いたかったそれだけだから。おうおう、何が言いたかった。アンニュイな表情してたなってだけ。あっさいよ。そう、それが、うん、だからうんうん、その歌詞にもね、うん、そのなんかつながるのかなって。あのアンニュイな表情と、だってみんな、ゆうたはじゃあアンニュイな歌詞なの。アンニュイな歌詞ではない。まっすぐよ、彼は。まっすぐのね、ヒーローソングらしいからね。見た、ジャケットの髪の揺れながらもうアクスフラッシュしてる、ツヤ感、ツヤ感、ありゃいいよ。ジャケットにツヤ感言う人初めて。でもあのうつみかっこいいよね。うつみもかっこいい、ね、そうだから、うん、何、今日何、どうした。やる気ないのか。やる気あるよ。もうやる気しかない。なんだ、汗かいてそんなに。汗かい、はい、もう今回キモい4回目までいただきました。いただきましたね。どれだけキモいかよ今日。まだいった、まだいった。今日おかしいもん、今日テンションが。いやだからさ、9回だから、うん、たまには雰囲気変えていこうかなって。なんかいつも俺ら同じじゃん、なんか。いいじゃん、だいたいさ、アニメグッドバージョンだ、感じた、もう神ちゃんだね、もういつも神ちゃんの繰り返しじゃん、うん、そうね。な、面白くないでしょ、そろそろ。いいじゃない。いや、もう聞いてる側も多分思ってる、うん、またどうせ噛むんだろうって。で、今日噛んでないのよ、俺は。だ、たまにはこういうちょっと大人な雰囲気とか、シンクする時間があってもいいと思うの。え、何をプロモーションしたいの、自分は。落ち着いた人。近くいやつ。そう、でも そう、そこの語彙力はあんま変わらないから、ね、四角もでもちゃんとかっこよく言えば結構いいのよ。何、ね、うん、かっこよく言って。その、そういう四角いやつに、あの表情が、キモいキモいキモい、ムズムズするからマジで。キモいキモいキモい、どう稼ぐな。キモいポイント。さらにさらに、グリッドマンとアンチにあるキャラクターソングも発売決定しました。こちらは12月26日発売です。お楽しみに。はい、はい、そしてサギスシローさんによるグリッドマンオリジナルサウンドトラックが発売されるんだ。うわー、これラジオ初出しなんじゃないね。うん、12月19日だそうですよ。はサギスシローさんによる5000字を超えるセルフライナーノーツ、うん、すごいね。わかるの、これセルフライナーノーツ。わかんない、はい、かんだ、やった。ちょっとさ、やったブースの中がいじってきてんのよ今、聞いた。はい、かんだ、かんだ、かんだ、はい、かんだみたいな、みんないじってる。何それ、セルフライナーノーツ。俺これ分かんなくて、サギスさんが曲の解説を書いてくれてる。そんな説明でいいのか。曲の解説を書いてくれてるんだ。で、もう5000字超えてすごいね。なんかウルトラ Q からの音楽的脈絡って書いてあるんだけど、50年以上前の、うんうんうん、ウルトラ Q ですね。やばやばいぞこれ。俺たちにやっぱ読ませちゃダメだよ俺ら。とにかくすごいんだってこれは。でもこれオーケストラがワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団さんらしい。あそこね。あの、うわ、何県、あんなとこで、何県、何県、日本じゃないよ。ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団は何国、海外、海外の楽団で、ものすごく地位の名誉もある。すごい楽団なの、ワルシャワだから。ポーランド、これはすごい、ポーランドなのよ、うんうん、終わり。ポーランドなのようで、国だけ調べてた、さっき俺見たからな。こっそり iPhone で調べてたの。調べた、うん、ね、でもちゃんと管弦楽団さんたちも見たもん。そう、俺もでも YouTube でよく見てるのよ。いや、いや、嘘つけよ。いや、毎日見て。俺ワルシャワさん聞かないと。ワルシャワさんじゃないよ。あ、逆か、フィルハーさん聞かないと俺寝れないの。だから、フィルハーさんって何。そう、いや、でもそれすごいってことよ。なんか聞いたところによるとね、テレビアニメで、うん、まあ、こういう形でサウンドトラックを収録するっていうのはなかなかないらしいの。あ、そうなん
なんだ。でまあ佐々木さんの素晴らしい方ですし、うん、でまあグリッドマンも、うんうん、やっぱすごいんだなってやっぱ改めて思ったね。そうね、そう佐々木さんやばいからねなんかさ、浅くなっちゃう。やっぱ今思ったけど、うんうん、俺たちが言うとさすごいもんね、なんかしょぼく聞こえるよねさっきからね。今のこのサウンドトラックさ、ね、買いたいって思う今俺たちの説明で思わないよね。思うよ。誰か違う人に言ってもらおう。ぜひね、詳しくツイッターを。そう、ツイッターで言ってくれるのかな。そっちを見てください。丸投げ。そっちの方多分ちゃんとしてる。じゃあ次行きます。コラボ情報です。11月23日より怪獣ガールズブラック、そしてグリッドマンスペシャルショップインナンバマレーが開催されます。されてるんだね。うん。でグリッドマンでは。スタジオトリガーさんによる書き下ろしイラストを使用した新商品やグッズが発売されそうです。よいしょ。やめてよ。静かにお茶を飲む。何その畳み。顔赤っ。おや。やめろ、気持ち悪い。恥ずかしいのかい。はい、されるそうです。顔隠すな原稿で。俺見えないだろ。さらに西日本で初お披露目となるグリッドマンの立場展示もあるそうです。立場。立ち上がる展示、立像展示ですね。うるさい、立像展示もあるとのこと、はい、詳細は公式ホームページをご確認ください、ね、こちら12月3日までの開催ですのでぜひ行ってみてください。これ見たグッズ、なんで怒ってんだよ今。何今バーン見たグッズみたいな、ちょイライラしてきてるやん。今日2人だよ、仲良くやりましょうよ。恥ずかしい、見た編集って今のは何、編集点、あ、ついで見たのテンション戻したよね。編集点何を、何を、何をコラボ、コラボグッズ。お互いに喧嘩みたいになってきてる。落ち着こう落ち着こう。何だって笑いが止まらない。何を、ナンバマルイさんのグッズ、うん、あれなの、どれなの、洋服がいっぱいあるの。洋服がいっぱいあるのそれいろんなショップであるんじゃない、洋服専門店は。違うの、ほんとセンスがズバ抜けてて。あ、そうなんだ。私大好きなの。でなんか調べたら丸井さんのページでね、うん、通販もある、うん、あ、そうなんだ。そうだから何倍いけないな、12月3日までだから。通販でも買えるわけ。通販でも買えますね。買える、買える、私買おうとしたもんだって。あ、うん、そうなんだ。そう、3日までじゃあ行けなくても買える。行ったら、まあ、行ってほしいけど、立像展示もあるから。そうだね、行ってほしいけど、うんうん、もし行けないならマジで通販でね、ちょっと見てほしい今すぐ。マジで通販でね、うん、俺もらってきてるよ、だんだん。やめてよ、寄りたくないマジでとか言わなかったお前はあ、こちらです、ほら用意してくれた。見てこれ超かっこよくない。これどう、俺どれ似合うと思う。缶バッチ、缶バッチ、缶バッチすごいね、かっこいい。マジでかっこいいっしょ。なるほど、これがじゃあね、通販でも買える、通販でも買えますので。わかりました、ぜひよろしくお願いします。続いてパッケージ情報でございます。アニメグリッドマンブルーレイ &DVD 第1巻は12月19日発売です。結局160ページにもなった豪華ブックレットやボイスドラマ CD などなど、ね、うん、豪華特典盛りだくさんでございます。店舗ごとのオリジナル特典も充実しておりますのでぜひチェックしてください。さらにアニメ通販サイトキャニメにて購入できるキャニメ特装版には2種類の原画クリアファイル、ステッカーがつきます。加えてキャニメ特装版第4巻にはキャラクターデザイン坂本雅さんの書き下ろしの全巻収納ボックス、そしてファインクローバー製のグリッドマンイニシャルファイターオリジナルソフビが特典になります。ぜひチェックしてくださいね。とその他全ての情報はテレビアニメグリッドマンの公式ホームページ、ツイッターをご確認お願いいたします。はい、以上、長々とお付き合いありがとうございました。アニメグリッドマン関連の情報をお伝えするグリッドマンインフォメーションでした。アニメグリッドマンラジオ、とりあえずユニオン、アクセスフラッシュ。さて番組後半はバラエティーコーナーです。はい、さあ今日は二つやこれがね、空回りっていうのだ教えてくれてありがとう。さっきちょっと、うん、落ち着いてやろうと思ったけど、うんうん、もう無理だと思って。後半はね、そう、後半はもうやっぱ盛り上げていきたい。マッパ盛り上げていきたい。マッパじゃないよ、マッパにならんわやめてね、脱ぐやめろ、脱がないよ、いつも脱いでるみたいに言うんじゃないよということで、しっかりして今日めちゃめちゃ熱い。二枚着してる、せーの、アシスト。すごくない、ずっと喋っててもそこは合わせる。さすが、これがプロよ。成長してずっと喋るよね、はい、俺こうやってだったら、はいね、ずっとよ、ずっと喋ってるね。だからうるさいんだ、はい、もっと人の話聞かないと。アクセスネーム止まらんのお前、あのゆめさんも全然聞いてくれない俺の話。はい、アクセスネーム、うん、アグネスちゃん、アグネスちゃん、アグネスさんから来たんですか。からです。ゆうちゃん、ゆめちゃん、グリミちゃん、グリミちゃん、私わけあってバンドのボーカルになった、アグネス。アグネス、私合唱の経験しかない、自信ないです、今はすごく不安です元バンドのボーカルのゆうちゃん、アドバイスくださいって。
バンドのボーカルやってたんだっけ。いや、その前にその読み方何。いや、なんか私も片言になっちゃった。原稿本当にそうやって書いてるんだ。そうなの、そうなの。私わけあってバンドのボーカルになった。海外の方なのかな。海外のアグネスさん。ついに広瀬優也海外ファン嬉しいですね。でもね、本当だってさ、バンドのボーカルになったこととかどこで言ってたの。確かに、あのでもちょっとちょろっと。あ、そうなの、うん、その辺で知ってくれてるってことよ。そう、アドバイスください。だって嬉しい。実はそう、私ボーカルもやったことがありましてね、うん、アドバイスか、うん、確かに。でもね、歌って自信がないとやっぱ歌えない、うん、そう。いや、これってね結構わかりやすいんだけど、うん、ちょっと音外しそうが、うんうん、声が出なかろうが、うんうんうん、自信持って思いっきり大きい声で歌った人の方がね心にグッとくんのよ。そうで、カラオケみたいな感じでなんとなく音をなぞって歌ってる人はそんなにね、うん、感動しないんだよね。よっ、あ、なんだその愛の手は。続けて。うん、そう。だから、うん、その、まあ、歌うまいとか下手とかちょっと一回抜きにして、おお、そう、歌のことを考えた方がいいかもしれない。この歌はどういう歌なのかとか、うん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 、どうやってみんなに伝えたいのか、みたいな方を考えたら、別に音外そう外さないが、そこはあんまね、みんなね、バンドはね、注目してないから、うん、へー。そう、やっぱ一体感とか、うんうん、その、なんていうの、伝えたいことをしっかりこう、熱量を込めて聞いた方が、見てる人も、うんうん、結構心に来るのよ。あ、そう。そう。だから。ということでお聞きいたしましょう。ユニオン、どうぞ。目を覚ませ僕らの世界は。はい、ということで、続いてのコーナー。神が腐れてると。歌っちゃったよ。みたいな感じで、ねえねえ、最初みたいな格好つけないで歌いましょう、ね、うん、あんな目を覚ませとかなしなしでね、うん、全力で歌おうっていうことだな。そう、うん、ことだな怖いな、はい、急に歌ってくれはビビったわ今ちょっと聞きたくなっちゃった。そんだけ言うならどんな感じなのかなと思って。もっと上手いよ俺片言じゃん、うん、お前そう、あ、本当ですか。アシストできたんじゃないでしょうか。大丈夫ですかね。そう、まあ、でもそうね、不安は不安なんで、まずはね、そう、自分が歌えるかなとか言う前にまずね、うんうん、歌のこととか、ね、歌のことを考える。意外と考えると意外といいかもしれない、うん、いいね、自信持ってくださいね。いいですね。アグネスちゃんさん、アグネスちゃんさんやはり何なの今日どうしたの本当に俺なんか最近芸人を目指して始めてる説が浮上してるのよ。いや本当にキレゲーもだしさ、もうこの間も言われたよね、なんか若手芸人ねー。お茶飲んでゆっくりしないで終わってないからまた続いてのコーナーに。やめろ、お茶飲んでバレる。アクセス、せーの、あなたの4つの S。 ねえ、アクセスネーム、はい、はぐれメタルさん、ありがとうございます。はぐれメタル、はぐれメタル、わかんないよこういう、なんなのアグネスちゃんさんからのはぐれメタルなんでなんでそんなブーブー言うの。気になっちゃうから俺は。そうか、いろいろ、うん、ゆうちゃん、ゆめさん、グリニチは、こんにちは、毎週日曜日にはグリッドマンを見て、うんうん、月曜日に友人と感想を楽しく語り合ってます。嬉しい、嬉しい、うん、もちろんラジオも欠かさずに聞かせてもらってます。あ、やったー、ところで第7回のラジオは久々の2人だけでしたが、うん、まあ今日同様ね、あの、うんうん、第7回も2人でしたね、うんうん、仲良すぎませんか。おっと仲いいように伝わってるんだね。書いてあるよ。でもそこでお互いのいいところを SSSS で褒め合ってみてください。だってやだ、俺やだ、はずいわこういうの、ね、結構はずい。褒めるの、なんかある。え、そうよ、さっき私褒められた、ゆうちゃんに珍しく。じゃあ言うね。はい、じゃあゆうちゃんの SSSS どうぞ。そういうところが好き、そういうところも好き。気持ち悪い、どうしよう、ヘッドホン外しそう。ヘッドホン外すなやだ、しっかり聞けよ耳で。やだよ、やだよ、本当に気持ち悪い。意味ちゃんと意味あるよ。うん、そういう、うんうん、ね、出ないじゃんどういうことだよ、どういうことだよ、出ない。おい、浅かった。ちゃんとあれ、そういうところが好きって言ったでしょ、ちゃんと。で、そういうところも好きって言ったでしょ、うんうんうん、ニアリーイコールだからそれ、だってどっちも。いや、ちゃんとあるのよ。何か。そういうね、ところも好きだし、僕は。うん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 、でも、そういうところも好きなの。なんもないじゃないか。いや、うだよ、ほんとにそういうね、お芝居が上手かったりさ、うん、そういう面白いところも好きだし。なんだよ、恥ずかしいのか。恥ずかしいわ。恥ずかしいか。恥ずかしいし気持ち悪いわ。恥ずかしいし気持ち悪いわ。いやね、今日何回目なんか今日数えてる終了、多分もうね、数えられないらしいよ。キモいキモい言いすぎて。はい、あ、私か。あるある。あるの。あるよ。嬉しい。ちゃんとあるよ、そりゃ。当たり前、ちゃんと考えてきたよ。あ、考えてきたの。うん。ちょっとじゃあ、聞かせていただきます。お願いします。そう、そう、それな、それな、そうなんだ、そういうとこだぞ広瀬、そういうとこだぞ広瀬です。なんだろうな
嬉しいのか、うん、これは嬉しいのか。いやだってもねこれねちゃんと意味あるよ。ゆうちゃんはね否定しない何も。もうなんだよ何そうエンディングかなもうちょっといやまだじゃないもっと聞かせて。そうゆうちゃんはまず否定しない、うん、褒めてます。否定しないってどういうこと。え肯定から入るじゃん絶対。そうそれなそうなんだわその3個。それは俺がいつも言ってる言葉か。絶対ゆうちゃんは何を言っても肯定してくれるから、うんうん、肯定から入ってくれる、うんうん、からいいよってそういうとこだぞ広瀬は。もういい意味のそういうとこだぞ広瀬。じゃあエンディングに行きましょうかね。もっともっと掘り下げよう。ここはあと10分ぐらい行こう。キモい。えそれ本当に思ってくれたん。いや嘘よ嘘よ嘘もう時間だってエンディングに行きましょう。いやいやいやもっと掘り下げたいよ一応。ねえなんでやだやだやだ。いやでも嬉しいわ。あざ締めろ締めろ。はいということで今回はアシストークと4つの S のコーナーをお届けいたしました。はい、他のまあ、他のっつうか、あと、なんだっけ？昔の〇〇ってすげえな。昔の〇〇ってすげーな、うん、まあ、含めてその3つのコーナーでのアクセスをお待ちしております、うん、アニメ、グリッドマンラジオ、とりあえずユニオン、アクセス、フラッシュ。そろそろお別れのお時間です、番組ではアシストウェポンという名のリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております、うん、アニメの感想や出演者へのメッセージ、うん、各コーナー宛てのアクセス、うん、そしてゆめさんとかね。いや本当にね、私広瀬へのもぜひぜひお願いします。お願いします、詳しくは番組ページのアクセスフォームを参照してください。はい、アニメグリッドモンラジオとりあえずユニオンはインターネットラジオステーション音声にて毎週金曜日配信でございます、うん、次回の配信は12月7日金曜日となっております。忘れないようにカレンダーにメモしてください。お願いします。そして明日12月そっかもう12月1日か、これ聞いてる時は12月1日なのか。違う11月30日させん、うん、明日だって明日って言ってんだから。あそうだ頭悪る俺悪いよ気づいた。記憶ないのよ結構ラジオ終わってから。そうそう、ね、俺今何してたんだよって結構ブース出た瞬間思うの。一瞬で終わっちゃうんだね。楽しいから、そう楽しいからかもしれない、うんうん、で第9回見どころは言いません。いやんでよ。いやにゃんでよ。また題名がでも無双だから。無双戦うってこと。違うそっちグリッドマン無双みたいな感じ。戦うってこと。違う無双夢に思うで無双。どういうことなんだろうね。でもこれ俺ねもう第9回から見どころは言わないことにするわ。なんでなんで。でもね言いたいことがある。全部がねすごいからマジで9、10、11、12。確かに、うん、だからここからはネタバレなしにしよう。俺ら結構なんかネタバレするやん。ネタバレするね。そう次彼飛ぶよとかさめっちゃ言ったじゃんビット界の時もさ、まあ、彼 飛ぶねとかさ、ね、キャリバーいつ出てくるといや次出てくるでしょってさ、ね、どんどんネタバレしていくスタイルだから。かかここからはちょっとねネタバレはできんね。もうねやめてきましょう、うん、今ね我々の会話を聞いてる感じを味わう、うんうん、どういうことどういうこと。アニメグリッドマン第9回もお楽しみに。よろしくお願い本当によろしくお願いします。はいじゃあそろそろね今日はこんな感じ です、ね、もう次回はんですか、ね、ゲストはおらん。あまた2人よ。また2人か皆さんいい。また2人でも大丈夫ですか。しょうがないもん2人なのよ。2人でじゃあまた来週もちょっと雰囲気変えてやっていこう。オッケー。来週はじゃあどういく。楽しくいつも通り。いつもやいつも楽しいよ。いつもお、いい嬉しいこと聞いてくれるじゃん。何今のボソッと感じ。いつも楽しいよって、はい、嬉しい。はい楽しいですよそれ。じゃあ来週もね、はい、2人で楽しくやっていきましょうよ。はいお願いします。はいということで今回はここまでです、はい、お相手は響きゆうた役広瀬ゆうやと宝田立花役宮本ゆめでした。第10回もインターネットラジオステーション温泉にアセフラッシュ。アニメグリッドマンラジオとりあえずユニオン。この番組はグリッドマン制作委員会の提供でお送りいたしました。